モンペリエは、フランスの南部に位置する都市。奥下に位域圏、エロー圏の県庁所在地である。モンペリエ大学の所在地として、中世からの学園都市である。モンペリエと発音、記載する例もある。地中海から1 0キロメートル、 ガール県の県庁所在地ニームから五十四キロメートル、マルセイユからは百六十八キロメートル、トゥールーズから二百四十八キロメートル、パリからは七百五十キロメートルである。旧市街聖誕のペール公園の海抜は五十七メートル。アクセス TGV でパリから最速三時間半でつく列車がある。シャルルド・ゴール空港の TGV 駅から直通の路線もある。マルセイユ・プロバンス空港からは、 車で約2時間、トゥールーズ、バルセロナ、リヨンから車で約3時間である。典型的な地中海性気候である。雨は少なく、夏は乾燥する。ただし、降雨の際はまとまって、強く降る。1日の平均日照時間は7時間22分であり、フランス平均の4時間46分を大きくしのぐ。最高気温最低気温フランス。 モンペリエを一部翻訳985年にメルグイユの伯爵の記録に初めてモンペリエの表記が現れる。近隣のニーム、ナルボンヌ、ベジエなどがローマ時代から都市として成立していたのに対し、モンペリエの領地としての登場は遅い。中世初期には領主、ギレムとマグローヌの司教の下で人口を増やした。また、サンティアゴでコンポステーラの巡礼路の宿場町としても栄えた。 1220年に成立した医学校は1289年に法学部とともにモンペリエ大学として教皇ニコラウス4世への承認を受ける。医学部は現在もカテドラルに隣接した校舎を使用している。婚姻などによりアラゴン王、マヨルカ王などの支配下に入った後1349年にフランス王国に売却、併合された。この頃はかなり繁栄していたが 薬病により一旦衰退の時期を迎える。15世紀に入ると、天才商人、ジャック・クールが、隣接するラットの港を活用したため、貿易拠点として、流星を極める。16世紀には、ヨグノー戦争の戦乱の中、プロテスタントが多数を占め、カトリックの教会は、カテドラル以外のほとんどが破壊された。その後、アンリ4世の南都の直霊によりつの間の平和を、 享受したものの、ルイ13世の治世以降は、プロテスタントは衰え、カトリック勢力が支配的となった。フランス革命までの平穏な時期に、水道橋、外線門、コメディ広場などが建設されていった。19世紀には、ワイン栽培や織物業などのブルジョア文化が栄え、裁判所、駅など旧市街のほとんどの建物が今の姿になる。 第二次世界大戦では1944年に5回に渡り、アメリカ軍の爆撃を被った。しかし、旧市街は今でも19世紀の姿をよく止めている。ソースイコール1999年まで、LDH, イヘス、カシニー、2004年以降 i n s e 旧市街は19世紀の繁栄を今に伝える、明るく美しい街並みである。建物の壁は、 クリーム色を基調としており、夏の朝も冬の午後も南仏らしい、親しみやすさと、軽やかさを感じさせる。ルイ14世像と外線門旧市街は、コメディ広場を中心に、西側へやや膨らんだ形をしている。モンペリエ・セイントロック駅、コメディ広場、県庁と、緩やかに坂を上がり、可愛らしい外線門までが、旧市街の表通りである。県庁手前のジャンジョーレス広場の地下に、 モンペリエ中世資料館がある。外線門をさらに抜けると、ペイルー公園となり、ルイ14世の像を過ぎて噴水まで行くと、給水塔と水道橋が迎えてくれる。ここから新市街を含めた町の北、西、南側を望むことができる。車で訪問する場合、ペイルー公園下の水道橋パーキングが広くて、中心街にも近く、便利である。 ペイルー公園から見た水道橋ペイルー公園の北隣には医学部薬草園を兼ねた植物園があり市民の散策する姿が見られる植物園と車道を挟んだ旧市街側がモンペリエ大学医学部であるここはパリ大学医学部と並ぶフランスのエリート医学部として有名であるカテドラル左隣の建物には下下科資料館がありやや高いが 配管料を払えば見学できる。医学部脇にある小さな公園に四角い塔があり、これは大学古文書館である。この塔の屋上に木が一本生えており、ここ母校とするノストラダムスが、この木が枯れるとき、モンペリエの町は滅びるであろう。との予言を残したために、今でも半信半疑で世話が続けられているという。秋の青空とカテドラルバラ窓からの光を受ける。 カテドラルマイナス3ピエール内部カテドラルコットドロール、セインとピエールデモンペリエは南仏ック建築でおおらかな造りであり、パリのノートルダム大聖堂やアミアン大聖堂などの技巧的な北仏ック建築と対照的である。時間帯によってバラ窓を通して聖堂内部へ火が差し込み、色とりどりの光を壁に映し出す。聖堂内の祭壇には、 イタリア風の色大理石を多用したものもあり、地理的な影響を感じさせる、正門の両脇にそびえる武骨な円筒が特徴的である、コメディ広場と三人の女神像コメディ広場北に繋がるエスプラナード公園に面してファーブル美術館がある、19世紀のフランス絵画を中心とした展示の中でギュスター・ブ・クールベのこんにちは。 クールベさんとパラバスの海岸は一見の価値がある。友人ブリュイアスの誘いを受けてこの地を訪れたクールベは新規一点、新しい作風に取り組み、アカデミズムの束縛から解き放たれた自由な絵画を世に通っていくことになる。モンペリエ大学は第1から第3までに分かれている。モンペリエ第1大学、医学部、薬学部、法学部北西郊外のユーロメディチン地区の病院。 医療研究所、製薬会社と一体となって、先端研究も行っている。法学部は、町の東の新市街に、近代的校舎を建てて移転した。モンペリエ第二大学、理学部物理や、科学の研究が活発で広いキャンパスを有する。CNRS 研究者も多く在籍している。文学部と同じ町の北西にある。モンペリエ第三大学、文学部通称、ポール・バレリー。 短期の外国人向けフランス語コースを設定しており、世界各地から語学留学生が集まる。詳細はカテゴリー、モンペリエ出身の人物を参照公式観光。ありがとうございます。